です。みゆさわです。イエーイ。今回は2月26日発売のチャオコミックスを私とさわがちゃんの2人で大紹介します。今回発売されるコミックスのうちこの3冊はサポーターショップでゲットするともれなくスペシャルステッカーがもらえちゃうよ。サポーターショップについての詳しい情報は発売中のチャオ本しかこの動画の概要欄をチェックしてね。こちらの3冊を含めた全部で8冊のコミックスが発売されるのでドキドキワクワクの内容をチェックしちゃいましょう。それではせーのスタート。まずはサポーターショップでゲットするともれなくスペシャルステッカーがもらえちゃう3冊の紹介です。1冊目と2冊目は矢上千歳先生の大人気作品がダブルで登場。出来合いロワイヤル7巻と少女漫画のヒーローになりたいのにヒロイン扱いされる俺2巻です。チャオ本誌で連載中の出来合いロワイヤル7巻に収録されているお話ではなんとヒロインの一木ちゃんが記憶喪失に。婚約者候補のミオくん、リュウジくん、トウヤくんのことも忘れちゃった様子。果たして一木ちゃんは記憶を取り戻すことができるのか。続きはコミックスの7巻で要チェックだよ。チャオ公式漫画サイトチャオコミで連載中の少女漫画のヒーローになりたいのにヒロイン扱いされる俺2巻では主人公のヒロくんが幼なじみのサクくんと一緒にファミレスで勉強会を開くことに。そしたらそこはなんとヒロくんの片思い相手星川さんのバイト先で、まさかの展開にドキドキが止まらない。ぜひコミックス2巻で続きを読んでみてください。今回発売される矢上先生作品は2冊ともサポーターショップでゲットするとこちらのスペシャルステッカーがもらえちゃうのでぜひこの機会にゲットしてください。3冊目はチャオデラックスで連載中、可愛すぎるメイドさんが大活躍の人気作、小森千尋先生のメイドは恋するハチヤくん1巻です。ついにコミックス化したこちらの作品、憧れの花園さんに告白したら婚約者がいるからとあっさり振られてしまった主人公のハチヤくん、どうしても諦めきれずなんとメイドさんに変身して花園さんの婚約者池貝くんの家に大潜入。大暴走するハチヤくんの今後に大注目の作品です。小森先生の大人気作が待望のコミックス化です。今回発売される1巻はサポーターショップでゲットするとこちらのスペシャルステッカーがゲットできちゃいます。とっても可愛いステッカーなので気になる子はぜひチェックしてね。4冊目はチャオチャンネルでボイスコミックが大好評公開中の話題作、宇多瀬はるな先生の君の甘さじゃときめかない2巻です。2巻に収録されているお話ではヒロインの真面目女子しおねちゃんが年上彼氏しき先輩に初めて嫉妬の気持ちを抱くことに。今までのしおねちゃんからは想像できない行動から目が離せないお話になっています。ぜひコミックス2巻で続きを読んでみてください。2巻目に突入したこちらの作品はチャオチャンネルで第1話のボイスコミックが大好評公開中。物語をおさらいしたい子はぜひボイコミと2巻を合わせてチェックしてもらえると嬉しいです。5冊目はチャオっ子から大人気のあの怪盗がついにコミックスになって登場、オリトカホリ先生の怪盗は今宵も花束を1巻です。数々の宝石を盗む怪盗レディーブラックが華麗に登場。正体は超お嬢様のアリアちゃん。彼女はどうして宝石を盗む決意をしたのか、衝撃の理由はぜひコミックス1巻でチェックしてみてね。怪盗は今宵も花束をはチャオ3月号と4月号で前後編が、チャオデラックス3月号に番外編が載っています。どれも読み応えバッチリなので全部チェックしてみてね。6冊目はこちらも待望のコミックス化、謎解きミステリー人気作、阿南真由紀先生の黒百合ミステリーです。花のような淑女たちが通う学園黒百合学園が舞台。ヒロインのミキちゃんは寮に住むとっても元気な女の子。そんな彼女のもとに江本智恵ちゃんという謎に包まれた転校生が現れて数々のミステリーが起きるように。第1話ではなんと首なしの幽霊が登場。気になる続きはぜひコミックスで読んでみてね。ハラハラするミステリーと華麗な推理にはまること間違いなし。
ぜひコミックス一巻をゲットして皆さんも謎解きを楽しんでみてください。7冊目はどのお話もほっこりハッピー、読むと思わず微笑んじゃう作品の最終巻が登場、篠塚ひろむ先生のポンポコロボアト&スー4巻です。最終巻の4巻で収録されているお話では、アトちゃんが映画デビュー、セリフをバッチリ覚えたアトちゃんだけど、なんと緊張して本番で噛みまくり、そしたら監督がまさかの提案をしてきて、気になる続きはコミックス4巻でチェックしてね。こちらの作品はチャオチャンネルで第1話のボイスコミックを公開中です。ぜひコミックス4巻と合わせて見てみてください。8冊目はチャオホンスで大人気連載中、ついに晴れ金になった2人のドキドキエピソードから目が離せない、森田由紀先生の片思いミステイク8巻です。今回登場する8巻はついにヒロインの翼ちゃんとシロくんが初デートをした後の話からスタート。そしたら翌日、シロくんがこじらせ男子っぷりを暴走させちゃって戸惑いを隠せない翼ちゃんだけど、果たして2人はカレカノらしくできるのか、気になる続きはコミックス8巻で要チェックです。大人気の片思いミステイクがついに8巻目に突入です。カップルになった2人のドキドキエピソードがたっぷり詰まった一冊になっているので、ぜひゲットしてください。2月26日発売コミックス、いかがでしたか？サポーターショップでスペシャルステッカーをゲットできるチャンスもあるので、みんなぜひチェックしてね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャオガールのみゆとさおかが動画をお届けしました。それではせーの、バイチャオ。